HKT48 植木奈緒の本若じゃないかイエーイ。今回私みんなを笑顔にしちゃうけん、語ったいことがチャンポイントの植木奈緒です。集まってくれた本若座談会 20th シーズンのメンバーはこちらの3人。自分のグッズを作るならどんなグッズを作りたいかと一緒に自己紹介をお願いする。はい、 HKT48 ミキのゆうたんこと田中優香です。優香の自分のですか。あ、自分はじゃあ枕を作りたいなと思います。はい、 HKT48 3研究生のゆうなこと山内ゆうなです。私はですね、グッズ？かわいいストラップ。あー、私も知ってる。かわいいストラップがいいです。ね、ね、ゆうなちゃんです。初めてね。初めてです。やったー。よろしくお願いします。私の時は拍手なかった。はい、HKT48 チーム H の妹マオです。私はですね、タオル。あるよね、いや、もっとなんかこうギラギラして、写真のプリントとか、マオちゃんって感じ。そう、いいね。はい、私が作りたいグッズは抱き枕です。植木奈緒です。お願いするっす。拍手して。はい、ということで今日はマオパには一回来たことあるけど、意外にもゆうたんが初めて。そうなの、一緒の経験なのにずっと出たいと思って、でもどういうのかも分かんなかったけど。何やねん。でもゆうなちゃんも初めて。そう、初めて。楽しみね、嬉しい。もやっと、もやっと、もやっと。最近なんかブームですよね、もやっと。そう、何言い始めて、早2年2年ですか。2年。で最近なんか今年の流行語大賞ノミネートご出場されたけど、ありがとう雰囲気入ってなくて、そりゃそうですよ。またもや手が届かず、悔しい思いでいっぱいになるんですけど、50年後はもっとね頑張って取りたいと思います。じゃあ早速お題に行きますね。はい、じゃん。ペンネーム BMO さんからいただきました。ありがとうございます。お母さんにしたいメンバーは、娘にしたいメンバーは。お母さん。じゃあお母さんから。お母さん、マミー。お母さんは同じチーム K4 の今田美奈さん。やっぱりずっと言ってるんですけど、もうご飯が美味しそう。なんかちゃんと作れそうだし。でもさ、美奈丼のなんかなんてその日の気分イライラしとったりして、なんかガツガツだな。いや、フランブレイク夜なのになんかこう、はい、みたいな。あ、フランさんのこと出してきそう。確かに。でもそれも楽しいよね、なんか。あ、今日怒ってるみたいな。なんかもう雰囲気がお母さんって感じ。あ、これ言ったら悪口。でもそれ言うのが悪口だから。違う、いいとこなんですけど、なんかもう、なんだろう、貫禄があって、なんか、ほんとお母さんとして生まれてきたみたいな。頼っちゃうよね。大きいし。そうなんです。研究生の頃からお世話になってるので、もうみんなのママ。確かに。ゆうなちゃんは？私は坂口さんかな。ああ、わかる。なんかもうすごくお母さんオーラが出てる。やっぱわかるよね、そういうのって。なんだろう、なんか悪口言ってたから。なんだろう、なんか。でも、いつもなんかすごく。撮影とか一緒にした時に絶対なんか前に出してくれたりとか、気遣いをめっちゃすごく、なんか心配しないでいいよみたいな。人の中の人だよね。なんか優しくさ、こうなんか包んでくれそうな雰囲気、安心感があるよね。料理上手そう。あ、上手そう。お母さん、ママは料理上手な人がいない。出してくれないけど。そうね、確かに確かに。でもママは料理できる人がいて、マオパには？なんか夏みかんさんとかが、もしお母さんだったら、なんかもうずっとみんなとかにぎやかそう。やだよ、やだ、やだ。なんでなんでなんで？怖いでしょ、あんなお母さん。どうなると思います？
え、なんか学校でこの絵の嫌なこととかあって家に帰ってくるやん。だもうなんか家のなんか家がもう落ち着く場所なのになんか家でもいじめられそう。なぜに帰ったらもう休まる場所ない。にぎやかがいいんですよ。あ、楽しいのが好きなんだね。ずっと喋ってる。富吉とかね。富吉嫌で全然喋んないか。楽屋とかでヒー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 は、マナミが戦場マナミ。あ、わかる。私、マナちゃん結婚したいもん。なんかこの間、ちょっとお高めのイタリアンに、うん、直人、富吉とマナミと、誰だっけ、村重で行ったんやけど、やっぱ初めてだからこんなとこ食べ方とかよくわかんないやん、恥ずかしいけど、だけどマナミはなぜか知っとって、なんか教えてくれる、その何やろ、世間を知ってる感じ、大学生だし、すごい、お母さんがいいなって思う。女子力がじゃあもう固まってる、女子力の塊ね。わかります、固まってる、固まってそれでできてると思う。確かに子供もなんか女子力の塊が生まれてきそう。あー、わかる。ね、羨ましい。娘にしたいわ、娘にしたい。もう美咲ちゃんです。あー、ずっと癒されるよね。もうやばいですね。でも美咲ちゃんが子供の頃はいいけど大人になってほしくない。あー、わかります。大人になって反抗期とかになってほしくない。確かに。他はめくったんね。なんかいつも言うなってこう来てくれて、同期やん。そう、そうね、なんか同期だけど同期の感じ。なんかすごい小さい。なおはリームかな。あー、なんかもう常に声がでかいのも可愛いし、なんか素直やけんさ、めっちゃ嫌な時はいやーって叫ぶやん。可愛いやん。それも可愛くて愛おしい。あの、私逆に聞くんですけど、私もミルンちゃんとかミクリンとか年近いというか同じじゃないですか。なおさん、私の娘とかどうですか。いや、なんかちょっと、めんどくさい。なんかお母さん、なんかお母さんっ子になりすぎてちょっと怖い。ママ大好きやろう、でもそこかわいい。ママにはうざはられるもん。なんか旗から見たら、あ、かわいい、こんな子供かわいいなって思うけど、親にはなりたくない。かわいいなって思うけどね。嬉しい。はい、ということで今日は、お母さんにしたいメンバーは、娘にしたいメンバーはについて話しました。ということで、今回のお題募集は、マオパにお願いします。じゃあ、ラップ風に読んでください。ほんわかた3回で、わっ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 ほんわかた3回で、ほんわかた3回で、わっ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 ほんわかた3回で、お題やお悩みテーマなど皆さんからのお便りもを募集してます。ご意見ご感想もお願いします。なんか何喋ってるか分かんない。多分伝わってないと思います。日本人なのになんか片言なんだよね。面白かった、ありがとう、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで次回もお楽しみに。